おはようございます。良い子の紹介だ。私は8次元殺法トリオに変わるという。今日背景が違います。この人たちは4次元殺法コメディです。4次元。ドラえもんです。狩猟王国の私が入って3人のこのトリオになると8次元殺法トリオに変わる。すごいサポート。うん、まあ、手厚い。まあそういう感じでね、ええ、ちょっとやりたいと思いますけど、まあ、アサベンジャーですよ、皆さん。騙されましたよ。アサベンジャーですよ、これは。これアサベンジャーです。これアサベンジャーですか、ね、じゃないですね。あの、ウルフッパラのコーナーになりませんか、ね、ああ、そうですね。あいつ最近サボってる、ね、そうなんですか、やってたじゃないですか。いや、なんかね、ジェロニモが戦い始めてから、あいつトーンが、ね、あのテンションが低くなってるんで。ちょっとあの、バイブス乗ってきてないです。うん、ゼロにもはね、技が少ないからね。あー、なるほどですね。あの、ツッコミのことがないですか。トップか叫ぶしかないんですよ。さすがにあれだとちょっとなというのがあるんですけど。まあ、行ってみましょう、アサベンジャーズ。ちょっと見はい。まあ、前回はあの、握りしめですよね。握りしめの。今、握りしめ克服シリーズに入ってる。そうです。なんで握りしめてるのかみたいな。なんで手放せないのかみたいな。こ、う、こ、ん、が第2前半で。後半は、この、握りしめてるものに対して、なんか、なんていうんですか、その成功者は、なんで成功してるのかみたいなのを、栄養素を、どういう栄養素を補給してるから、うん、あの成功したのかみたいな話をしたんですよね。栄養の取り方みたいな。そうです、そうです、そうです。栄養の取り方。で、じゃあちょっと。この2日間の N 沢のシェアタイムに入ってもらおうかな。シェアリングタイムに。うん、あのまず一つはなぜ手放す、握りしめてるのかっていうところで、自分だけで完結してよしようとしてるなっていうのをすごく感じたんですよね。何をするにも。まあ、その方が結果的に楽で、結局これが自分の都合がいいことなのかなっていう。だから都合が悪いことを拒絶するわけじゃないですか。これがなんか根本的な問題で、でこれってなんで起こってるのかなって考えたときに、なんか自分がこうくくりやすい、あの工夫にも言われましたけど。私がね。ええ。これってなんかいろんな要素があると思うんですよ。その資格を取ったらその資格の中で生きなきゃいけないとか、うん、別にそういうわけじゃない。鍼灸師だったら鍼灸師、柔道整復師だったら柔道師、トレーナーだったらトレーナーの業界でずっとやってきたからですね、うん。そのくくりに入ってるのも一つありますし、根底的には、親にの、お前が理解されるところでやればいいみたいなことをずっと言われてきたんで、うん、あの、なんか、それが正しい自分みたいなのを勝手に作ってるなと思ってるんですよ、最近。うん、まあ、そこにようやく到達したような。うん。で、やっぱり今自分がやってることって、どちらかというと、その、くくられることをやってないので、うん、だから自分が、あ、都合悪いなって思ってる、拒絶したことを、こう、クフクに言われて、やってきた結果、うん、なんか、いつの間にか力がいろいろついてきたみたいな、うん、感じにちょっと行き着いたんですよね、最近は。それに気づいて、で、ここでもう一個思ったのが、そう、最近、人に会うことを増やしてると、世の中ってどんな世界があるのかなっていう、自分が知らない世界と、その中で自分がまたその拒絶する世界があるわけじゃないですか。で、こんな世界があるのかなっていうふうに考えていくと、営業とかで成功してる人の話を聞くと、なんか、よく言う相手のウィンを考えるっていうところにやっぱり行き着くんですよね。相手のウィンを考える、うん、そのためにやっぱり必要なのってやっぱ相手を理解することだと思う。簡単に言うとそうだと思うんですけど、自分を理解させることもやっぱり同時に必要だと思って、うん、自分を理解させるのにエネルギーを使わせたら、うん、お互いもう肝心なことを話すのにどうするみたいな、うんうん、最近ここ数日の気づきで、うん、
だからってっていうところは、それで、じゃあ、栄養素、自分がこう、自分としてその自己完結してきた栄養素って何なのかなみたいな、考えてみたんですけど、これ、僕の中では4つあるんですよ。4つ。まあ、簡単に言うと、できる、できない問題、時間がかかる、かからない、意味ある、意味ない問題、めんどくさい、めんどくさくない、みたいな。うん、すごくざっくり言うと、だから、浅いなと思って。ちょっと今日はそれをテーマにやろうかな。結局、もう、僕の電話、自分の中で考えることはこれでしかなかったっていうのに気づいて、しょうもなと思ったんですけど。だからこそ、うん、相手にのウィンを考える手前、この軸で考えるから、まあ、職人気質というか、そういう、なんていうんですか、ものをとか研究者がこう話すのが下手っていうのもそうだと思うんですけど、結局、自分の世界の話でしかしないので、それが一番心地いいからですよね。まあこうダメージというか負荷が来ない、うん、だからそこから飛び越えて相手のウィンを考えるためにもっと進化させないと、本当の意味でこうウィンウィンにはなれないと思ったのと、これを考えてたらふと思ったんですけど、これ一つだけ質問したいなと思って。どんどんね、良い子の紹介、クック教授がいろいろな人をこう教えてきましたよね。うん、で、まあ、生産的、揚げ場的、建設的な議論をしたいということで、多分いろんな人とかかってきたと思うんですけど、良い子の紹介、うん、なんかそこでなんか人としてとこうなんか要は仕事をしてる人として、うん、内面なのか外面なのかみたいな話あるじゃないですか、うん、で何がこう、まあ、僕と今いろいろやらせてもらってるのと他の人とのなんか違いとかってあるんですか？なんか逆に言うと、そのよく私の研究対象がありますけども、うん、違いというよりもどっちかと同じかどうかを探してるんですよ。なるほどなるほど。ただ違いはもちろんいっぱいあるんですよ、うん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 、けどそれの中で同じだったら、まあ、なんかくくるなっつってくくろうとしてるみたいなのあるんですけどいや、逆でもこのくくりはちょっと違うくくりなんですよ、うんうん、要は悪いくくりってもいきなり丸々人はってなってるじゃないですか。あ、なるほど。私の研究はもうみんな違うよっていう中で共通点を探してるんですよ。で、いい形でくくれるか、だから例えばリンゴとかなんつうの、みかんとか梨みたいな時にこれ共通点ないかなと思ったら、なんか甘い汁出てるなみたいなわけですよ、うん、するとあ、これは果汁というものを皆さん持ってますね。なるんですよ、うん、だから君たちは果物ね。うん、はい、君たち果物で。私は果汁が出ないんで、はい、君は果物ではありません。形ってください。うん、だから、どっちかというと違いしかないというか、うん、個性ってそういうものだと思うんですよ、うん。で、ちょっとね、N 沢の、まあ、さっきのがね、浅いかとか、しょうもねえのかは、ちょっと今ね、4つをね、ちょっと今日は吟味するというので、この残り時間使ってみたい。はい、すいません、僕はの試合時間長くて。で、その4つをちょっと言ってみてもらって。あ、できる、できない。あ、自分が今できるかできない。そうですね。で、時間がかかる、かからない。時間がかかる、かからない。はい。意味がある、ない。うん。で、めんどくさか、めんどくさくないか。うん、これ、くくると何だと思います、この4つ。まあちょっとね、これ時間があるので、じゃあ例えば、じゃあ成功者がもう4つなんか判断基準をみんな持ってるとするんじゃないですか、うん、そしたらその判断軸じゃなくて、どんな判断軸で考えて決めてると思います？ちょっとここは想像していただきたいんですけど、今のがしょうもないとしたら、しょうもなくないものがあるってことじゃないですか。しょうもなくない4つの軸は何だと思いますか？世の中にとってためになるかならないか。ああ、まずためになるかならないか。うん、なるほど。
あとは、それがでかすぎるのか、もっと。あ、いや、あの、成功者だったらと想像してやってみます。まあ、自分がこう思い浮かぶ成功者って何でもいいんですけど、例えばジョブズだったら、だからジョブズだったら、今の4つのうち、これは考えてないでしょうね、なるか、うん、あの、いや、ジョブズもこれで考えたから別にってなると、しょうもなくないかもしれない。あ、まあ、ジョブズが神様ではないんですけど。まあでも成功者ですよね。イノベーションが、まあ、一つの成功者なの、うん。まあ別にジョブズじゃなくてもいいんですけど、孫正義とか何だっていいんですけど。イチローでもいいし。でもなんか、そういう意味では自分を変えたいと思ってるよりも、世の中を変えたい、世の中が変わるか変わらないかと。でも価値観いことになっちゃうかもしれないです。あ、大きく世の中が変わるか、ね。そうですね。結局それを考えてない限り変わらないんですよね。であれば、面倒くさかろうが時間がかかろうが、その人たちはやるということです、うん。うん。例えばね。そうですね。効果はあるかな。まあ、ちょっと出なさそうなんですね。なんですかね。言い方がわからないんですけど。うん。情報の拾い方、なんか違う方になっちゃったのかな。情報の入れ方、うん、そしてなんか。うん、まあ、なんとなく分かるのは分かんない。ちょっとね、N 沢のさっきの4つのやつ、まあでも全部言っちゃったらそうでしょっていう、あの元も子もない話を私もしますけど、N 沢のさっきの4つの軸って結構主観的なんですよ。確かに。だってできるできないって5歳の時の N 沢と今の N 沢では違うわけですよね、軸が。だしあと5年経ったらできることもあるかもしれないんで、できる、うん、できないってそんなに客観的なことじゃないんです。確かに。なのでこれはちょっとピッてあっちちょっと今放り投げましたけど、うん、で次が何でしたっけ。時間がかかるかからない、うん、時間がかかるかかかんないかも5歳の N 沢と今の N 沢では違うんですよ。うん、靴下履くのに5歳の N 沢はすげえ時間かかったかもしれないけど今だって一瞬みたいな、うん、これも結構主観的な感じなんですよ。確かにそう言われてそうですね。なんかなんつうんだろう、ヨーグルトを作るために発酵させる時間とか客観的だと思うんです。あるし、うん、もう N 沢にはどうしようもできないじゃないですか、うん、まあまあ冷蔵庫の性質とかあるかもしれないですけど、あとお味噌作るとかね、うん、その なんかできるかできないかって多分その話をしてないと思うんで、となるとやれるかやれないかにも近いものがあるんで、それも主観的なんですよ、うん、だシュッとまた投げてしまいますけど、でね、この後の方がもっと主観的な気がしたんですよ。なんでしたっけ。そうですね、もう意味あるないっていうのは自分の主観でしかない。あ、そうそう、意味があるかないかはもうその人が決めるんで。そうですね、うん、あの N 沢が意味があることが全部正しければN 沢が神様って話になっちゃうんで、これはN 沢が勝手に決めてるだけなんですよ。意味あるな、あ、じゃねえや、めんどくさい、めんどくさい、もう自分の主観ですからね。そう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 なんです。だから、その軸ってもう全部自分都合になっちゃってる。確かに。で、さっきの世の中が変わるか変わらないかだったじゃないですか。うん。それ主観じゃないじゃないですか。うん。もう、あの、今、電話は家で、あの、配線つながないとつながらないものを持ち運びできたらどうだろうみたいな。そして世の中がこういうふうに変わっていくんじゃないのかみたいな。いいかもしれないみたいな。うん。ってなるから それはあんまり主観、あの、いいかもしれないと思うのは主観ですけど、今の携帯で世の中が変わるか変わらないかは別に、あの、5歳の時の N 沢と今の N 沢がやったところで別に変わらないわけじゃないですか。うん、だそこですね。まず一つこう、なんかありそうだぞと。主観と客観ですね。だそれが4つみんなあったとして、2個主観、2個客観とかだとバランスがもしかしたら取れてるかもしれないし。うん、全部客観とかだと、なんか、あの、政治みたいな。世のため、人のための人みたいな。私はゴリラです。まあ、そうであるべきかどうか分かんないんですよ。そうであるべきかどうか、今日はあの議論したら、もうすげえ時間が5時間とかかかっちゃうんで、あの、しませんけど。ただ、こう、それこそ客観的に今の4つをこうやって、ちょっと、ああやって考えてみてですね。なんか主観的なことの4つだったかと。そうですね。そう、まさに主観。でも、その軸全く考えてなかったですね。
だから客観的な軸があるんだよってことに気づいてない可能性すらある4つだと思うんですよ。全部4つ。